11月27日は、グレゴリオ歴で年始から331日目にあたり、年末まであと34日ある。ジョージアームストロングカスターの第7家兵隊が、シャイアン族や英知を襲撃。一方的な大量殺戮だったアルフレッド・ノーベルが、遺言書に署名。翌年死去、ミッチーブーム到来。 婚約直後のショーダミッチコセルシュースド誕生エコールド、パリの中心的画家、藤田つぐ誕生、経営の神様、松下幸之介誕生ブルースリー誕生地味、ヘンドリックス誕生、村田長治誕,誕生第29代、中日アメリカ合衆国大使、キャロライン・ケネディ誕生ミュージシャン、小室哲也誕生ウクライナの政治家、ユーリア・ティモシェンコ誕生俳優、浅野忠信誕生メロビング長、 フランク王国初代国王、クロービス一世没。ランスで体感し、パリをとした、最初のオールネサンス期の音楽家、ギオーム・デュファイ没ミ作曲、私の顔が青ざめているのは大きくフランス6人組の一人として知られる、作曲家、アルテゥー・ローネゲル没。おスヤギの踊りを聞く芸の権利活動家であった、サンフランシスコ市会議員、ハーベー・ミルク、反対派によって、 議会で殺害。ありがとうございます。